こんにちは、ゆうです。パートナーのお時間です。はい、今日無課金サバが芝居のあるやっていきたいと思います。今日誕生日の方、おめでとうございます。昨日言うの忘れてたんで、昨日の方もおめでとうございます。はい、ね、ちょっとね、裏奥町のね、称号チャレンジでちょっと動画撮りたかったんですけど、はい、ちょっとね、もう撮影時間的にちょっと間に合わない、ちょっと今日時間あんまり確保できなくて、代わりにね、クエストをちょっと進めていきたいと思います。今回挑むのは、仮装ね。仮装ね。裏奥町パーティーなんですけど、これ。仮装裏奥町パーティーで、クエストレベル11、ちょっとやっていきたいと思います。それではパーティーご紹介します。はい、こちらですね。76赤座と作ってるんですよね。76赤座からフィーネ並んでるんですけど、ちょっとどっちもね、ちょっとあんましっくりこんくて、なんかあんまりこんくて、ソフィーサムがね、やっぱいないんで、ちょっと難しいんですよね。それではご紹介しましょう。はい。76リーダーの、デンジ君マキマに、スキルチェーン4つ、HP 最上段と1つ、ね、小学生がスキルプラスに、恋の呼吸ですね。恋しちゃってます、この2人。はい。で、こちらが、アルジェキティですね。アルジェキティちゃうわ、クリスマスアルジェか。クリスマスアルジェに小学生、LG プラス、で、スキルチェーン2つに、無効貫通潜在に、虫柱の継ぐ子ですね。はい。金尾武器、やったっけ何やったっけどっちか忘れたごめんなさい。はい。で、こちらチョッパーですね。チョッパーに回復力プラス2、スキルチェーン4つ、回復強化プラス2、食料貯蔵庫、ダキ武器ですね。ダキです。はい。で、こちらがリラチェーン枠にファスカですね。ファスカにスキル、直角性スキルプラス、スキルチェーン6つに、まとめて相手してあげる FF コラボの、魔改造されたキャラですね。で、こちらが赤座に、無効貫通潜在、スキルチェーン2つ、恋の呼吸です。赤座も恋しちゃってます。はい。で、こちらが、サウスケットの赤座で、無効貫通潜在にスキルチェーン2つ、ライフプライド、誰やったかな奇世界枠のなんかちょっとイケメンのなんか白髪の方ですね。はい。はい、そうだね、仮想裏奥町編成でちょっとクエスト11挑んで、ちょっとガチャ、ちょっと時間あったら引いていきたいと思うんで、それでは、最後、爆速で終わらせます。このタイミングで座り直すなんて。いやー、勝手にイラチェン&スキル、スキル貯めてくれてんやけど、とりあえず赤だ変身しようか。いつも大丈夫、近くイカの雲通るしさ、今あれやんね。今、リラチェンしたらどうなるんやろ、やめとくなんか怖いし。で、虫柱の継ぐ子が急、ええどうしよう。威嚇されてるし、もう何もしんどっか。ちょっとびっくりした、びっくりした。そらね、あれやもんね、裏奥町用に組んでるからね。はい、OK、OK。ここで、にならないならして、ファスカル、ちゃんとリラチェンしよう。ちゃんとリラチェンしようよ。で、これ、食堂貯蔵庫しまして、赤座使っといたらよかったね。に戦い。はいはい。あれやね、ちょっとソフィーサムがいいヒンのがね、こんにちは、ハローキティにね、めちゃくちゃお世話になってるんですけど、今、僕。あれですね。こんにちは、ハローキティとソフィーサム、タキシードサムっていうのあれ。弾けてなかったら結構響いてるんですよね、今になって。オッケーオッケーオッケー。よしよし。ね、これ、アルジェの、クリスマスアルジェを、アシスト無効潜在枠にしてるんですよね。で、こう、軽減貼っといて。ね、マジでちょっと裏奥町編成でしょ。やっつけれとってます、結構。もしなんか、赤座の声と若干被っちゃって、はい。ちょっと聞こえなかったと思うんですけど、そう、これコンボカさんがね、ないのがね、結構気づかったりするんで、あ、全然ダメージ、そう、買ったと思った、あれか、あの方じゃなくて、小根性か、はい、びっくりした。そう、昨日ね、僕、無二郎くん狙いますって、無一郎を無二郎にしますって言ってね、2体出す言ったんですけど、あれですね、逆に、よもや、煉獄さんが2体出てましたね。僕、あの動画チェックし直したんですけど。なんかもう、しかも3体いるんで、進化前、よもやさんだったら、自陣よもやループできるんですよね。ちょっと何言ってるかわからんと思うんですけど、はい。戦い続け、とりあえずそういうことです。はい。でね、もう、諦めてね、ちょっとマジで、もう、あれかな。よもやループでクリアとかは、まあまあ、それはできないんで、はい。ちょっと光決まってんくらい、
どうしようかなと思ってるんですよね。あ、飛行機全然決まってた。おい。エリオンフロア、はいはい。ハーモニックシンドローム。え、違う、全然違う。ドラゴニックオーラに耐えうる剣。はい。エレメントサークル。あー、じゃあこれ、虫柱の通行使いましょうか。虫柱で合ってるんだ。僕、感じ弱いんですよね、ほんまに。俺と永遠に戦い続けよう。これがね、ちょっとむずいんですよ。コンボ加算がないから、その76に当てってのもあって、僕が76が得意やったら、これで多分いろいろもっと工夫したらいけるんですよ。コンボ加算ない、今めっちゃおちょこきとったな、でも。コンボ加算がない、柔軟コンボ吸収とかちょっと厳しくて。つかまあ、ソフィーサムがいい日にするのだいぶ厳しいんですけどね、ほんまに。こう9コンボとかね、76でも全然9コンボ組めないわけですよ、僕。俺と永遠に戦い続けようっていうことですよ、結局ね。うん、結局のところそうなんですよ。結局のところ、俺と永遠に戦い続けようなんですよね。まあでも赤座ね、持ってるのにね。いや、でもその、あれなんですよね。あ、ちょ、そんな喋ったら。あ、でも落とし決まってるね。落とし決まってるね。全部落としになってる。それ裏奥町でその落ち込ん来てくれやってことでクリアでございます。まあそらね。はい、それでは意思受け取ったんで、ユーザー情報購入できる無料配布30個になりました。ちょっと4回引けるんで、4回中あれでしょ、2回無二郎くん出した、じゃあ無一郎くん出しただけでしょ、時藤くんでしょ、ボックスパンパーって、ちょっと待って、ボックス整理してからガチャします。はい、ちゃんと4つ開けてきました。4つ開けてきました。あ、これちょっと間違って別の引いてまいそう。はい、ここにまで動かして、それでは鬼滅の刃コラボガチャ、全集中でいきます。はい。これなんかちょっとナルトの印みたいになってるけど、はい。それだね、4回で、4回で決める。いや、2回で決めましょう。さあ、柴犬丸。このままでいいのか、柴犬丸。お前はまた、屋上を、あ、もうちょ、この流れ、昨日と一緒やね。この流れ、昨日と全く一緒。この、初めて適当に東堂の真似したらさ、善逸出るって流れ、昨日と一緒やね。あれ？タイムリープしてる、これ。2回目ね。はい、これ。さあ、このままでいいのか、柴犬丸。強くなったな、ブラザー。もう全然ぐちゃぐちゃだけどな。もう最近ちょっとたまに見たんですよね。お、すいません。金尾武器。僕、金尾武器が、もう一個あった、解決する場面があったんで、いや、ちょっとこれ、もう、あり、やっつけで取った価値ある。もう2回ね、これ、こっからもう、無一郎くんだけしましょう。無一郎くん。時藤くん。いや、ちょっとその選択肢は、赤土。全然読めへん。ごめんなさい。ありがとう。よし。じゃあ、ラストいきます。ラストで、とりあえず、一郎確保しましょう。はい。あ、また空振った。ここの流れは？よもや。ガチャを空振るなのと。そこはあれなんちゃうん。ゆしろちゃん。楽しいな。それでは、結果を見ていきましょう。はい、こんな感じでございましたね。はい、続くクリアね、せっかくね、いいし、今日でね、芝居の前ね、750日やったんですよ、ログイン。うん、もうせっかくなんでね、絶対動画出したかったんで、こんなやっつけ動画になっちゃったんですけど、はい、どうだったでしょうか。皆さんは、楽しんでいただけましたでしょうか。僕、個人的にカナオが出たのは、めちゃくちゃ嬉しい。ちょっとパーティー、これ、改良したら、ワンチャンもっといけるんで、はい。いやー、これちょっとワクワク、ドキドキ、はい、ウキウキしてるんですけど、はい、この辺でお開きにしたいと思います。はい、見てくださった皆さん、ありがとうございました。よろしければね、概要欄の、X や TikTok のアカウントもフォローしてくださると嬉しいです。あ、TikTok ね、ご覧になった方、ちょっとパッと見わかんないんですけど、ライブ戦なんで僕大体。で、これから頑張って動画も上げていきたいと思ってますんで、はい、そちらの方もぜひよろしくお願いします。はい、それでは、今回の相手は私、ゆうでした。よろしければチャンネル登録。動画の感想もいただけると嬉しいです。それではね、バイバイ。